何がなんだかわからん第116装甲師団解説ハッチもあるよ。え、装甲師団が116個もあるかって、あったら戦争勝ってるんだよな。ちなみに一番大きい数字は第233装甲師団だぞ。それはさておき、第116装甲師団は44年3月にフランスのパリトカル、アブールのあたりで編成された。母体となったのは第16装甲敵団兵師団及び第179予備装甲師団であり、後者は名前の通りだが、前者に関してはドニエプル・カルパティア攻勢にて壊滅。その残りカスを後方地域であったフランスに送って再編成に当てたということである。余談だがドニエプル・カルパティア攻勢について駐日ロシア大使館がツイートしてるんだが何を伝えたいんだよ。それはそうとこの2師団が合体して新しい師団として再編されるが、何をとち狂ったのか第116装甲師団と名付けられる。そこはせめて179だろと思うが第179予備装甲師団の前身が第179装甲師団だから書類上紛らわしい。なので第16装甲敵団兵師団の第116戦車大隊から取ったと思われる。ちなみにその第116戦車大隊は第1予備装甲大隊と合体して第16戦車連隊になったからもうわかんねえなこれ。そして余談も余談だが第16装甲大隊も存在していたが、番号からして初期に編成されたと思うが実態はなんと1945年編成。旅客戦車から編成された上編成地が包囲されたクールラントとかでネタに尽きない。もう師団とか大隊とか連隊とかでくどいので黒板を見てね。また師団は愛称として、ビントフンドと呼ばれているが、これは前身の前身である第16歩兵師団が生殖作戦時に、ドイツ軍の中で最初にコーカサス地域に進出し、その後素早い進撃でドイツ軍の中で一番東まで突き進んだことに由来する。また師団章に書かれている犬も同作戦時に飢餓状態で隊員の元に駆けつけたグレイハウンドのサーシャに由来する。師団章自体は戦後に第212装甲敵団兵大隊のものとして引き続き使用されたが、犬が国防軍を想起させるとして2004年に削除された。悲しいね。師団名だけで2分間もいじくり回したのでそろそろ本題に入ります。装甲師団に改編された師団は配下に1個戦車連隊、2個装甲敵団兵連隊とその他大勢を有しており、通常の装甲師団と遜色ない編成となっており、兵員も東部戦線帰りの精鋭であった。だが戦争後期でドイツに付きまとう問題として、装備不足が深刻であり、トラックは必要量の3分の1しかないほか、重対空砲が1門もない。そして肝心な戦車に関しては、師団に配備されるはずだった新型のパンター戦車は本国で訓練中であり、前線に赴くには近くで訓練している第24装甲師団のものをパク、借りるしかないのだがその訓練も終わっていない。仕方ないので訓練用に引き渡すはずだった旧式の3号や4号を引っ張り出して装備していた。だが師団にとってありがたいことに、だが広い草原で遠距離で撃ち合う東部戦線と違い、森林と牧草地が入り混じる西部においては近距離戦が発生しやすいため、旧式の戦車でも十分通用するのである。え、フランスは後方地域だから交戦する相手がいないって、それもそうだな。44年6月6日、10万を超える連合国軍がノルマンディに上陸。第116装甲師団は他の装甲師団と違いヒトラーの命令なしに使用することができたが、前述の通り装備も揃ってない上訓練も終わっていない。さらにドイツ軍上層部がノルマンディへの上陸を陽動と考えたため、師団は引き続き上陸予想地点であるカレーで待機することに。5月に約束されたパンターは7月上旬にようやく到着し、第16装甲連隊の第1大隊はパンター大隊に改編され、師団の所持戦車は、3号戦車長方針6両、4号戦車長方針73両、5号戦車79両、4号対空戦車8両となった。装備の補充も訓練も終わり、7月18日に師団はノルマンディへ向かうことに。橋が破壊されていたためフェリーでセーヌ川を渡過するといったハプニングもあったが、24日にはカーン南東に到着。イギリス軍の突破に備え待機していたが、連合国の攻勢は東部ではなく西部で行われ、28日にアメリカ軍が山道を占領したことを受け、これに対応するため西部へ急遽移動。翌日に前線へ向かうことになるが、師団参謀であるカノ・グデイリアンの息子のハインツ、ギュンター、グデイリアンの言葉を借りると運命は第116装甲師団に微笑みかけなかったのである。まず移動の最中にヤーボが師団に襲いかかり、戦車大隊の大隊長が戦死。
戦車の渋滞は進軍を停止し敵弾兵たちは蜘蛛の子を散らすように森の中に避難した。ヤーゴの襲撃はほぼ一日中続き、師団は同地点に釘付けにされ一歩たりとも前進することができなかった。30日になって再び前進し、第47装甲軍団の一員として米第7軍団を迎え撃つことになり、前日同様ヤーゴに苛まれ存在を出しながらも米第2機甲師団の進軍を阻止。だが師団もそれ以上前進することは叶わなかった。その後師団は後退し、ボンファルシーを防衛。だがドイツ軍が東部で苦戦している間に連合国は海岸沿いを進撃し側面を脅かされることに。この状況に対しヒトラーは反撃を実施するように指示、西の海岸まで突き進み連合国軍を分断するよう命令した。B 軍集団の最高司令官であるクーゲル元帥は成功の見込みがないため、セーヌ川まで撤退し防衛線を構築するよう進言したが、ヒトラーはこれを却下し、8個装甲師団と空軍、さらに予備兵力まで投入し攻撃するよう8月4日に命令を下した。一応装備や空軍が揃うまで待機するよう命じられていたが、すでに連合国軍はドイツ軍後方奥深くまで進軍していたため、第7軍司令官パウル・ハウサーは状況がさらに悪化する前に攻撃することに決定。攻撃は第47装甲軍団の4個装甲師団、約300両の戦車で行われ、奇襲を成功させるため準備砲撃なしで実施する予定であった。8月6日深夜、攻撃が開始されたが、第116装甲師団の師団長であるシュエリンは当初からこの作戦に反対しており、部隊に移動すら命じていなかったため攻撃は逐次的なものとなっていたほか、作戦の詳細は事前に連合国軍に傍受されていた。ただ情報が伝えられる前に攻撃が実施されたため一時的な奇襲となり初動は成功。特に第2装甲師団は海岸まで15キロ地点にまで進出、分断まであと一歩のところまでこぎつけた。そして肝心な第116装甲師団は8月7日の早朝にようやく攻撃を開始。師団長は前述の不手際によって解任され、パンター大隊が第2装甲師団の指揮下に入るなどしたが、脳無のおかげもありある程度の成功を収めたが、正午までに霧が晴れると状況は一変する。情報を得てあらかじめ待機していた A 空軍機が退去して押し寄せ、ドイツ軍部隊に銃撃と爆撃を加える。支援を約束していたドイツ空軍は米空軍の妨害によって飛行場を離れることすらできず、制空権は完全に連合国のものとなっていた。攻撃は完全に頓挫し、攻撃開始2日後には師団は攻勢発起点に押し戻された。この状況においてもヒトラーは第9装甲師団を投入し、さらなる攻撃をするよう命じたが、13日に入ると連合国が反攻作戦を開始、ドイツ軍後方を北からカナダ軍とポーランド軍、南からアメリカ軍が北上しドイツ軍そのものの包囲を企んでいた。続く激戦で第 1SS 第2第116装甲師団の巫女師団が保持する戦車は約70両まで消耗。16日にクルーゲ元帥がオーカーベイに撤退許可を求め、返事がなかったため午後2時に全軍に撤退を命令。2時間後にヒトラーは撤退を認め、追加で第 2SS、第116装甲師団に脱出口を広げるために反撃するよう命令。さらにクルーゲが降伏すると考えたヒトラーは彼を更迭、本国に呼び戻した上後任にモーデル元帥が就任した。クルーゲは本国への途中で自決した。モーデルは赴任して早々第 2SS 装甲軍団を北へ、第47装甲軍団を南へ攻撃するよう命令。その後19日に包囲は完成したが、第2装甲師団がカナダ軍戦線を突破し、脱出口をこじ開ける。ここより包囲下のドイツ軍は脱出することになるが、高地から常に連合国軍が攻撃を加え、道路上は破壊された車両と死体で埋め尽くされ、後に死の道と名付けられることとなる。それでも再び包囲網が閉じられる6時間の間に数万のドイツ兵が脱出。第116装甲師団も命からがら脱出したが、装備人員ともに大きな損害を被る。さらに第16戦車連隊の第1大隊が第111装甲旅団の編成のために引き抜かれた。さて包囲で総崩れになったドイツ軍はジークフリート戦へ撤退。第116装甲師団は9月上旬にアーヘンの防衛のために前線に送り込まれた。アーヘンの戦いは2段階に分けられ、便宜上この動画内では最初の戦いを第1次アーヘンの戦いと呼称する。9月の第2週にはアメリカ軍がアーヘン近郊にまで迫っていた。だがアーヘンの守備隊はすり減った第116装甲師団のみであり、8月23日に指揮に復帰したシュエリンはアーヘンを無血開城しようと考えていた。
戦力で不利なのもそうであったが、民間人や歴史的建造物の保護のためでもある。だが手紙をしたため、アメリカ軍司令官へ送ろうとしたその時、司令部より増援が到着することとアメリカ軍の進撃が止まったことを知らされ、さらに市南西郊外に侵入した偵察部隊に対処するよう命令を受け、敵弾兵に攻撃命令を出している間に手紙は治安警察の手に渡る。内容は瞬く間にヒトラーにまで伝わり、シュエリンは解任され逮捕、軍法会議にかけられる。本来ならば死刑だが、軍都市デッド元帥とモーデル元帥の援護により注意で済み、12月にイタリア戦線に送られ第76装甲軍団の指揮を引き継ぎ、45年4月に英軍の捕虜となった。余談だが市政府職員の大多数が戦いの前に逃亡したが、全員階級を剥奪され地獄に送られた。さてアーヘンに対する攻撃は16日まで行われていたが、敵弾兵の抵抗と別作戦の準備のためにアメリカ軍の進撃は停止。第1次アーヘンの戦いはドイツ側が防衛に成功する。師団長に関しては1次ホイクツベルガー大佐が引き継ぎ、21日にアルデンブルク少将が就任した。増援が到着したこともあり、師団は再編成のために後方へ移動。10月13日に空軍兵と第108装甲旅団を編入し、兵員1万1500名、戦車41両まで回復した。10月2日よりアーヘンへの攻撃が再開され、第3装甲敵弾兵師団及び第 101SS 重戦車大隊と共に第116装甲師団も前線に送られることに。最初に攻撃にさらされたドイツ本土の都市であるとともに、神聖ローマ帝国の土地でもあるアーヘンを守らんとするドイツ兵の士気は高く、制空権を失った状態かつ火力に劣りながらも頑強に抵抗。反撃なども行い何度か戦線を突破したものの全て撃退され、10月の第2週に入るとアメリカ軍は市内へ侵入。壮絶な市街戦の後に21日に最後の守備隊が降伏し、約2週間にわたる激戦の後にアーヘンは陥落した。第116装甲師団はアーヘンが陥落する前に東方へ撤退、ヒュルトゲンの森で待機。森への攻撃は9月から行われていたが、11月上旬に交通の要所であるシュミットが脱出されると、モーデル元帥の命令を受け第89歩兵師団と共に11月4日早朝にシュミットを攻撃。絶え間ない砲撃と師団による攻撃、さらに第89歩兵師団がシュミットを反包囲し、アメリカ軍は混乱に陥り、中には誤って東に逃走し捕虜となった部隊もいた。最終的にはシュミットは完全に包囲される。師団の装甲偵察大隊が補給路を遮断した後、6日にドイツ軍はフォッセナックを目指し進軍。数度の攻撃の後町を奪取するも翌日にアメリカ軍が奪還。8日にはシュミットが陥落し、戦車15両と引き換えに師団はここで初めて大きな勝利を得た。その後師団の大半は次作戦のために拘束されたが、一部部隊は11月下旬までヒュルトゲンで戦闘に従事。ここで9月に引き抜かれた第16戦車連隊第1大隊が11月1、6日に師団に戻ってくる。余談も余談だがこの第1大隊は第111装甲余談に引き抜かれた後、南仏で連合国軍を迎え撃ったが、余談長も戦死する激戦の後文字通り壊滅。だがその犠牲は無駄ではなく本命の第11装甲師団が前線に駆けつける時間を稼いだ。余談は10月1日に解散され、大隊も連隊に帰還するかと思われたが、第11装甲師団の師団長がこのまま大隊を自分の師団に組み込もうとしたのである。大隊長のゲルハルト、テッペ少佐を筆頭に兵士たちはこれに猛反対、最終的にこれは流れたが、大隊は全戦車を第11装甲師団に引き渡すことに。その後10月に再編成と補充を終え、ようやく師団に戻ってきたのである。第1大隊も戻り、補充を受けた師団は万全と言っても差し支えなく、折り44年12月初頭時点で予備含め、師団の保有戦車は4号強砲新26両、5号64両、4号対空戦車3両、突撃砲14両であった。おっかしいなぁこの世の地獄の東部戦線でなく比較的平和な西部戦線に貴重な装備ぶち込んでいいんですかねぇ。大丈夫だ、問題ない。最後の予備戦力をかき集めて西部戦線で一大攻勢を実施し、1940年のようにベネルクスの連合国軍を殲滅。この戦果を利用し連合国都構は、その後全兵力でボリシェビキを叩き潰しに行く予定である。エルザスロートリンゲン不法選挙野郎はともかくおまけぶりかすとその植民地は講和してやってもいいしね。理論は完璧だった、作戦の成功を信じていたのが一人しかいなかった点と補充したところで戦力が不足していた点を除いては、
まあたとえ運よく講和できたところでドイツ軍全軍を東部戦線に送ってもソ連に引き潰される未来しか見えないんだが、共産アレルギーのグリカスは誘ったらウッキウキで参戦しそうだけど、それはさておき、12月16日、西部戦線における最後の大攻勢である秋霧作戦だったり、バルジの戦いだったり、ルントシテッド攻勢だったり、アルデンヌ攻勢だったりと名前が安定しない作戦が発動される。第116装甲師団は第5装甲軍に配属され、マース川にかかる橋梁を目指し中央での攻撃に従事することに。戦力は十分、第116装甲師団は第16戦車連隊より快速なバイエル戦闘団を編成、先陣を切って17日にウーレンを占領し、ここでウール川とかを試みる。だが橋が損傷し、戦車の通行に耐えられなかったため南のダスブルクよりとか、18日にエヌシェドを占領し、19日にはベルトーネを攻略、とかを試みるが、ウルト川にかかっていた橋が破壊されていたためウッパリーズまで後退。ここでトカシ20日午後にサンレを攻撃。ここにはアメリカ軍の小部隊が駐在していたが、これを撃破し増援の装甲車2両をも撃破。生き残った米兵はラ、ロシュに撤退した。さて村にはラ、ロシュから運ばれた物資が集積されており、師団は1万5000個のレーションと2万5000ガロンのガソリンを路獲。捕虜の砂糖がガソリンに混ぜられているという証言を軽くあしらいながら、師団の全車両は給油を完了した。最終目標であるマース川へは第2装甲師団と別ルートで進出する予定であったが、そのためにはまず交通の要衝であるオットンを攻略し、その後マルシェ、シネイを目指し前進すべきである。21日朝に戦闘団がオットンに攻撃を仕掛けるが、守備するアメリカ兵は少数であり容易に陥落するかと思われたが、どこからともなく現れた駆逐戦車によって2両の戦車が瞬く間に撃破される。町の南の歩道橋は制圧したものの、最終的にパンター1両と4号戦車5両を失い攻撃は失敗。南部ですでに第2装甲師団がウルト川の渡河に成功したこともあり、司令部はオットンに固執せず南部のラ、ロシュより渡河するよう命令した。しかしオットンとラ、ロシュの間には未だにアメリカ軍部隊が存在しており、師団の側面を脅かしていた。これを援護したのが第560国民敵団兵師団であり、アメリカ軍の攻撃をことごとく撃退し、第116装甲師団の移動を支援。そのおかげもあり、師団は22日深夜に出発、無人のラ、ロシュを占領し、23日にはウルト川西岸に進出。23日夜には橋頭保を確保し、師団の新しい任務は北西に突進し、シネイ近郊で第2装甲師団と合流することであった。24日にアンプ島、マレンヌを経由し、エルデンヌに迫り、第60装甲敵団兵連隊が村に突入、燃料補給が終わった戦車も遅れてこれに続けるデンヌを奪取。この時点で第2装甲師団はマース川まで7キロ地点のセルに到達。その側面を援護する戦車共同師団はロシホール、そしてその東に第116装甲師団が位置しており、この3個師団がシネイで合流し前進すれば目標であるマース川にたどり着けるはずであった。だがここでドイツ軍は運を使い果たした。ドイツ軍戦線は伸びきっており、さらに将兵は連日の戦闘で疲労困憊である。この好機を逃すまいとアメリカ軍は24日夜に反撃に出る。第116装甲師団ももちろんその対象であり、2個歩兵連隊がエルデンヌに突入。激しい砲撃と執拗な攻撃によって第116装甲師団は村から北の森に追い出され、包囲されることに。25日正午に戦車中隊が村に攻撃を仕掛けるも、待ち伏せを受け全滅。包囲下の戦闘団の状況は絶望的であった。だが師団長のアルデンブルクは戦闘団の救出を諦めておらず、相当護衛旅団が到着したことで手厚となった警戒部隊を救出に向かわせる。少数の敵団兵と戦車が包囲下の戦闘団に合流することに成功、だが増援を察知したアメリカ軍はこれに砲撃を加える。砲撃で戦車を撃破しようと試みたほか、化学迫撃砲大隊も白リン弾で戦車を燃やそうとした。翌27日、アメリカ兵が攻撃に出るも森はすでにもぬけの殻であった。実は26日、相当護衛旅団が圧迫されていることからアルデンブルクは包囲下の戦闘団に脱出を命令。エルデンヌ北の森を進み、第60装甲敵団兵連隊をもって包囲網を突破し流軍戦線に戻るという作戦を立案。脱出のために行われた5回の攻撃は全て失敗し、壊滅寸前の戦闘団に時間の猶予はなく、戦闘団長のバイヤー大佐は午後遅くに全兵力をもって攻撃することを決断。そこで残存戦車9両の指揮官にアイスフロップ少尉を任命した。
東部戦線で暴れ回り、2対18の戦車戦で勝利を収めたこの歴戦の戦車兵はその実力を遺憾なく発揮させる。午後6時30分、全戦車発進、戦闘団は戦車を先頭に一丸となってマレンヌの村に突入。あらゆる障害を踏みつぶし、戦闘団はほぼ無傷で村を通過。そのまま前進しメニルの村へ向かおうとするが、ここで猛烈な阻止効果により進撃は停止。バイヤーは南の森より迂回するよう命令、戦闘団はこれに従って迂回し、なんとかメニルの村にたどり着く。砲火が激しくなるが、戦闘団は速度を落とさずに村内に突入、だが戦闘の戦車が直撃弾を受け火を吹き、その直後に両目の戦車も撃破される。道が完全に塞がれたことからアイスフロップは即座に前車に右翼より突破するよう命令。アイスフロップ車を先頭に地雷原がある敵陣に突進し、これを蹂躙、対戦車砲6門を撃破。この時左より戦車砲弾が飛来、左翼の森にシャーマン3両を認める。これに攻撃を加えようとした瞬間、アイスフロップ車の砲塔にバズーカが命中。幸い貫通せず、無戦手が車種を撃ち、体勢を立て直し敵戦車3両を瞬く間に撃破。その後戦闘団は引き続き進撃、標本で禁止されている更新車も行いながらついに敵陣を突破。負傷者も含め戦闘団は東より陽動攻撃を行っていた味方の陣地にたどり着いたのである。アイスフロップは先日の三連攻撃で負傷しながらもこの脱出攻撃に参加。この攻撃で11度目の負傷をしながらも戦闘団の脱出に大きな役割を果たし、ゼッペ少佐の上申により、45年1月1日までの選考により、同年3月5日に騎士鉄十字章を受章、同時に中尉に昇進した。さて戦闘団は無事師団本隊と合流したものの、続く激戦で師団の消耗は激しかった。12月27日時点の師団の残存戦力を師団長が報告しているのでここで取り上げる。装甲戦力に関しては15から20両の戦車、9両の偵察車両、30から40両の兵員輸送車が稼働中。敵弾兵の損失は大きく、平均して1大隊の残存兵力は100から150名。また第156装甲敵弾兵連隊の損失は甚大と特筆している。師団隷下には2個連隊、それぞれに2個大隊配属されていることから残存兵力は多くとも1000人を超えないことがわかる。偵察大隊の状況は良く、200名ほどが残っていた、一方で工兵大隊は100名ほどが残存。対空砲大隊の損失はなし、対戦車大隊は戦車連隊に統合された。砲兵大隊の損害は最もひどく、多くの砲がこの時にまで失われた。原文では各中隊に3門と記述されているがこれでは多すぎるのでおそらく各大隊に3門。おそらく10門程度が残っていたのだろうが、師団は自走砲と通常の榴弾砲の両方を運用しているので詳細は不明である。歩兵砲及び迫撃砲の残存数は不明だがいくらかは残っていたようである。次は補給面についてだがこちらは悲惨である。まず補給用のトラックの大半を喪失、一部を路角車両で賄っている始末であり、肝心な燃料は全く足りていなかった。一応前述のようにガソリンを路角してはいたが、これは概算であるがパンター155両分であるが、路角後に師団は約70キロほど進軍、そして路面状況は極めて悪いためローギアを多用していたことは容易に想像できる。通常より多く燃料を消耗すると考えられるほか、兵員輸送に用いる車両、補給用のトラックが後方と往復することからこの路角した分もすぐ使い切ったのだろう。食料の備蓄は良好、弾薬に関してはまちまちであり。重装備、対空砲、警砲類は十分、一方で迫撃砲及び重砲類はそこについていた。さてこれらを補給しなければならないが、天候が回復したことからうるさい連合国旗がついて回るので夜間にしか補給できない。そのため補給効率はトラック不足、路面状況、燃料不足と合わさり大幅に悪化。また人員も補充されるが、下士官はともかく兵の質は悪化した。さて攻撃は失敗し、右翼の総統護衛旅団が命令を受けバストーニョに向かったことから第116装甲師団は防衛に回る。損害が著しい第156装甲敵弾兵連隊は後方へ送られ、防衛に入ったことから師団はようやく休息を得る。第53ウェールズ歩兵師団が師団陣地に攻撃を仕掛けるが、これを撃退。45年1月3日には師団は第 2SS 装甲軍団の指揮下に入り、当日に軍団右翼に連合国軍が攻撃を仕掛け、師団も予備戦力である第156装甲敵弾兵連隊を送り込む。翌日には師団に戦車を伴った連合国軍が来襲、第60装甲敵弾兵連隊陣地を突破したが、
戦車隊が反撃しこれを撃退、損害なしで敵戦車御用をほふった。5日にも連合国軍が襲来するがこれもなんとか撃退。7日に戦線全体で連合国が大規模攻勢を開始、師団の努力も虚しくグランビエモン及びシェウを失う。また師団東部、ウルト川東岸を守備していた第 2SS 装甲師団がドシャンを奪還された方が夕方に入った。この頃にはドイツ軍は制空権を喪失しており、陸上での主導権も失っており、軍としてットはヒトラーに撤退を進言。さすがのヒトラーもこれを承認し、師団が所属する第5装甲軍及び第 6SS 装甲軍の撤退を許可。すでに前線では撤退の準備が進んでおり、翌8日より行動に移る。この際師団は敵のさらなる突破を防ぐためサンレの北に布陣、師団本部もボルゼに移動し再度第 2SS 装甲軍団の指揮下に入る。サンレ、シエル、ワリジー、オディステール、ジェヌの線を防衛していたが、アメリカ軍がサンレ及びシエルに攻撃を加える。激戦の末第60装甲敵団兵連隊は押し戻されシエルは陥落、サンレ方面はまだ未だに持ちこたえていた。さらに悪いことに師団西側に位置していた第2装甲師団が続く攻撃で文字通り壊滅。ズタズタになりながら撤退し彼らが受け持っていた敵軍も師団の支配地域に押し寄せる。これによりウルト川西岸の前線を約1キロ東に下げることとなる。9日、前線はサンレ、エズ、デ、アルツェ、ラ、ロッシュ、アローの線に交代。ウルト川により師団の支配地域は二分され、さらに兵力低下により指揮は困難に。師団長の指揮によると、この頃にはもはや師団としての防御戦闘はできず、少数の敵団兵が砲兵と共に小さな戦闘団をいくつか結成し、残されたわずかな戦車がこれを支援する形をとっており、敵襲時には各戦闘団が連携する形となっていた。これとは別にシエル近辺に完全に疲弊しきった敵団兵100名と少数の戦車からなる戦闘団が存在していたという。わずかに残された工兵が主要道路を封鎖し、砲兵の絶え間ない射撃により敵の進行を遅らせ、この日に行われたサンレ、ラ、ロッシュ、エズ、デ、アルツェに対し行われた攻撃は全て撃退した。これまでに行われた攻撃は概ね撃退していたが、陸空の戦力は連合国が圧倒的であり、前線が崩壊するのも時間の問題であった。ただ第116装甲師団の唯一優れていた点としては、地獄の東部戦線で地獄の越冬を経験していたことから、寒冷対策は連合のそれよりも優れていると少なくとも師団長は分析していた。当日中にはラ、ロシュの東での防衛線構築に成功したため同地点の放棄が決定される。だが第156装甲敵団兵連隊は未だにウルト川西岸の高地で徹底抗戦しており、解釈にもよるが西岸の部隊が見捨てられたとも取れる。まあ、それは一旦置いとくとして、10日には大規模の砲撃の後米第2機甲師団がサンレへの攻撃を開始。当然師団は当該地点を維持できるわけもなく、サンレを奪還されるがこの日失陥した重要地点はここのみであった。師団本部も前線の交代に伴って移転されたが移転先が異世界だったのでとりあえず名前のニテルイと仮定する。11日、ウルト川北岸は少数の偵察部隊が活動している程度であり、全体的に小康状態であったが、南岸では大規模の攻撃が始まる。ラ、ロシュが無人であると気づいたアメリカ軍が同地点を占領ごと化し、南部のイギリス軍と共に第156装甲敵団兵連隊支配地域を攻撃。ドイツ側はこの攻撃を予想しており、最後の予備兵力を送り込んだがこれは降車砲1門と2、3両の損傷した戦車という頼りないものであった。結果として連合国は駅近辺で戦線を突破、第2装甲師団の残量これの対処に向かわせればおそらく阻止できるのだろうが、これにはとてつもない困難を伴うのだろう。夜間、連隊はウッパリーズへ向け撤退、師団本部も足布に移転した。12日、ウルト北岸の前線はさらに4キロほど後退。南岸の部隊は前日夜にナブランに撤退、防衛線を築き付近のドイツ軍の撤退を援護していた。また左翼の部隊には小規模の援軍が軍団から送られた。東へ撤退する車列は絶え間なく伸び、撤退かつ悪天候ということから混乱が生じていた。そのため師団の全士官はまさかの交通規制に駆り出された。絶え間ない砲撃と空爆が実施されたにもかかわらず、撤退行動は一日中続けられた。だが悪天候とドイツ軍の抵抗により、地上での進撃はこの日順調にいかず、ほぼ膠着状態であった。余談だが第 2SS 装甲師団の一部隊が一時第116装甲師団の指揮下に入ったが、すぐに元いた師団に戻った。7
何しに来たんだお前。14日早朝、師団本部はタイルヌーに移動、車列の最後尾がアシフを通過したことから第60装甲敵団兵連隊はこの地の橋の守備に移行。第156装甲敵団兵連隊はウッパリーズ西方に移動し同地を維持するよう命令された。一方で北部で活動していた偵察隊によるとアメリカ軍はすでに対、ウッパリーズ道路の西部にまで進出しており、この方面のドイツ軍の撤退はまだ終わっておらず殲滅される恐れがあった。そのため師団は第560国民敵団兵師団の一部及び第3装甲敵団兵師団の残余を取り込み防衛体制を構築。また戦車共同師団の偵察大隊がほぼ無傷であったことから、これと少数の戦車で反撃を実施することを目論んだが、これらの試みは指揮系統がぐっちゃぐちゃのごっちゃごちゃになったので崩壊した。それはそうと師団はウッパリーズ北方で突破した連合国軍に対処するよう命令された。また師団は一時第66軍団の指揮下に入り、軍団長直々師団本部に訪れ、今後の方針を話し合った。15日、師団は引き続きウッパリーズ北方の防衛を担当していたが、もはや限界であり、当該地域が16日までに占領される前に東へ撤退するよう命令された。師団はかろうじて包囲から逃れることができ18日まで新狩りを務めた後、メンヘングラートバッハに拘束された。だが燃料不足により車両を用いる部隊は当分アイフェル方面に拘束された。本日 N 回目の余談だが、ウッパリーズのウルト川に架かる橋からパンターが一両転落。第1中隊第1小隊小隊長者だったこのパンターは後に引き上げられて今日まで晒し首にされている。さて補充後、師団はオランダ国境のクレイペに送られ、連合国の侵攻に備えることとなる。師団が送り込まれた地域はムーズ川とライン川に挟まれた土地であり、さらにライヒスアルトと呼ばれる森林地帯が広がっており防御に適していた。連合国軍はこの地域を突破しルール川を渡過するために2つの作戦を立案。北部では A か連合軍のエリタブル作戦、南部では米軍を主力とするグレネード作戦を実施し当該地域のドイツ軍を粉砕する予定であった。一方で当該地域は第116装甲師団が所属する第47装甲軍団が守備していたが、アルデンヌ戦以来大した補給を受けておらず、兵力は約半分であり第116装甲師団と第15装甲敵団兵師団の2個師団合わせても保持する戦車の数は90両を上回らなかった。ただ前述した通り地形が防御に適しているほか、ドイツ側は約5ヶ月もの間陣地を構築していたためこれらを利用して防御する予定であった。2月7日、285機の爆撃機が1384トンの爆弾と 12.3 トンの焼夷弾をクレイフェに投下。すでに同規模の爆撃を1回受けたこともあり、人口が10万にも満たない小さな町はその市街地の 80% を破壊された。さらに翌日、1034門の火砲が当該地域に50万発以上の砲弾を発射、5時間半続いた準備砲撃の後、5万の将兵と500両の戦車が進軍を開始、ライヒスアルトの戦いの始まりである。だが地域一帯はドイツ軍が側の堤防を破壊した結果水浸しになっており、さらに利用できる道路が限られていたため大渋滞を起こしていた。なんかデジャブを感じるなぁ。連合国軍は攻撃を続行するが9日にクレイフェ近郊にて阻止される。さらに悪いことにドイツ側が同日にヒュルトゲンのダムの放水を実行、ルール川流域一帯が浸水しグレネード作戦が延期されることに。これにより A か連合軍は単独でドイツ軍を相手しなければならない上、ルール川での攻撃の危険性がなくなったためこの方面のドイツ軍がライヒスアルトに送られ始めていた。だが連合国軍は水陸両用車を用いてぬかるみを無効化、さらに戦車師団含め森林戦を想定し訓練していたため、ドイツ側が想定していなかったこともあり火炎放射戦車を含めた戦車による攻撃は大きな役割を果たした。これら努力のおかげもあり攻撃開始2日後の11日にクレイフェは陥落。それ以上の突破はドイツ側に援軍が到着したこともあり阻止されたが、22日までにライヒスアルト一帯のドイツ軍は一掃される。さらに同日より延期されていたグレネード作戦が発動され、洪水が引く前に攻撃を開始したこともありドイツ軍は今日疲れる。これに呼応して A か連合軍も作戦をブロックバスター作戦と名前を変え、再度前進を開始。第116装甲師団は迎撃するも連合国軍の優位は変わらず、ライン側まで撤退することとなる。3月2日、ライン側西岸のドイツ軍は殲滅される寸前であり、ヒトラーに撤退を打診するが、
彼は撤退したところで殲滅される時期が変わるだけだとしこれを拒否、さらにルール地方とドイツ中心部を結ぶ運河が失われると物資不足が加速することから、現地部隊に支守命令を下す、だが彼の命令に反し一部部隊は撤退を開始。第116装甲師団も第1工科傭兵軍の一員として包囲殲滅される前に3月5日ネゼルよりライン側を溶かし撤退。10日までに軍の撤退が終わるとこの地域でライン側にかかっていた最後の橋を爆破、撤退できず西岸に取り残された15個師団は降伏することとなった。撤退後師団はわずかな補給を受けたが、その充足率はおよそ 50% を超えないと予想される。もはや師団とも呼べないほど兵力を失っていたがそれでも師団は第47装甲軍団の一員として再び前線に送られ、3月24日にドーズデンで米第30歩兵師団の進軍を阻止するよう命令される。これを受け第60装甲敵団兵連隊が反撃し、奮戦の結果なんと敵の進撃を食い止めることに成功。師団は28日までに同志を維持するも、A 軍が市街を迂回し側面を突かれる恐れがあったことから撤退。ルール地方の防衛強化のために4月4日までにラインヘルネ運河で防衛線を構築するよう命令されたが、連合国軍の進軍速度は予想以上であり、防衛線を構築する前にルール地方のドイツ軍そのものが包囲される。装備、弾薬、燃料、食料の全てが不足しており、局地的な戦闘以外でもはやドイツ軍に抵抗する力は残されていなかった。4月18日までに他の師団と共に師団も連合国軍に降伏した。だが師団の戦いは終わらない、予備として後方に送られた少数の部隊が本隊降伏後も引き続き交戦。ハルツ山脈にまで追い詰められ、4月30日に降伏。創設されてから10年、装甲師団に改編されてから1年で師団の戦争は終わった。かつて広大なロシアを駆け抜け、ボカージュで死闘を繰り広げた師団の最後はその経歴と比べあっけないものであった。だが戦争が終わっても将兵の苦労は続く、捕虜となったのはいいもののその数を持て余していた連合国は建物もない草原を収容所とし、大勢で野宿することとなり、その衛生環境は劣悪であった。あまりの惨状に国際赤十字が援助を試みるがアメリカはこれを拒否、赤十字の代表者に収容所の状況を見てもらうことを望まなかったためである。謎理論やめろ。さて国防軍所属の兵士は国民突撃隊や有限徒と違い最後まで拘束され、労働に従事したり他の連合国に送られたりしたが、ソ連に送られた者もいた。バルジで戦闘弾を危機から救ったアイスクロップもその一人であり、幸いシベリアに送られることはなく、4ヶ月留置された後解放されたという。余談だがイギリスは収容所の食事でマーマイトを出していたが捕虜たちは虐待だと考えていたという。あのさぁ、終戦時のごたごたも落ち着くと、師団の元兵士がインドフンド師団家族協会を組織。名誉会長には師団長だったシュエリンが就任し、ポゼナック戦争墓地の近くに師団の記念碑を作るよう希望。1966年にこれは完成し、負傷した戦友を支える兵士の銅像と碑文を備えたものであり、2000年には、師団に所属し師団章をデザインした空と、エントが作成した名板も展示されるようになった。落成式の演説において、シュエリンは、この記念碑は大戦中東西南北多くの戦場で落命しなければならなかった師団の兵士の記念碑となるべきである。それは軍の栄光と名誉を証言するものではなく、戦いと勝利を証言するものでも、戦場での死の栄光を証言するものでもない。そこに描かれているのは、重傷を負った戦友を車線から運び出す兵士以外の何者でもない。しかし、それは自分の義務を最大限に果たし、自分の命を危険にさらす意欲において、人間の内なる偉大さを証明している。と述べた。施設の完成後、家族協会は1983年までは毎年11月、それ以降は10月に戦没者追悼のために集会を開いていた。同協会が2005年に解散した後も、2000年に設立された講演会が主催し、今でも毎年10月の第2日曜日に追悼式を行っている。そして悲しいことにこの手の施設のものには付き物だが、彫刻や碑文に対する攻撃は幾度も行われ、とうとう2017年に彫刻が盗まれ、そしてその2週間後には碑文と名板が破壊され、現在ここが師団の記念施設であると示すのはゲートに刻印された師団章のみである。そして、かつて存在していた碑文にはこう刻まれていた。戦死した兵士は決して孤独ではない。
なぜならば彼らには常に忠実な戦友がいるからである。ご視聴、ありがとうございました。